皆さんこんにちは、こんばんは。ロッキーです。もうね、戦場とか仕事とかでいろいろ疲れて、そんな僕を癒してくれるゲームはこちらです。ロコロコ、プレステ3でね、体験版でやったことあるんですけど、なんか地味に好きなんですよね。なんかめちゃめちゃゆるい感じで、ちょっと見ていきましょうかね。かわいいな、スライムみたいで。お、なんか落ちてきたぞ。けど寝る。あ、すごい、レゲエの先祖みたいな、ボブマーリーみたいなやつらが。ダメだ、ボブマーリー。世界を平和に。大丈夫？地球くん。こっちに倒すの。今度こっち、両方一緒。ああ、飛ぶってことね。なるほどなるほど。この R1 で右に倒れて地球全体が、 L1 で左に倒れて同時に押すとジャンプと、ほんと単純なゲームですね。はい、たくさん増やしていきます。まずはこの子1個かな。こういう風にできるのか。でこっちでジャンプね。こっちにやって、なんだこのハエ。はい、ちょっとこの最初操作が。おお、やっぱりこの花を取ったら増えるのかな。あ、この地味な。よし、オッケー。お、花があるね。ほい、長くね。あ、なんか増えたな。まあいいや、増えて。あー、すごいすごいよ。もうただの丸になってんじゃねえかよ。うわ、すごい。うわー、よいしょ。だ、長く。あ、すごいな、もう。すごいしか言ってないけど。うわー、あ、心が現れる。取れそうで取れないね。よいしょ。あー、おい、この微妙な力加減。あー、もうもうちょっと。ほい、よし。ん、なんかいるね。ムイムイ、あ、ムイムイって言ってたもんね。ロコハウスのパーツ。なんだロコハウスって。うわ、あん、おいしょ。これは、あ、丸ボタン単発か。なんだこれ、単発軽く押せばいいんだ。昔あったよね、こういうお土産とかで
砂時計じゃないんだけど、こう水の中でこういう風に下に落ちていくやつ。なんなんだろうあれ。名前が出てこないけどわかるかな。ジャンプ、ジャンプ。なにこれ。おお。わお。よいしょ。あ、一匹食われたボブバリーに。よいしょ。これはどちら？ん？あ、じっとしてる。はーい。あ、歌ってる。ステージクリア。1匹食われたけど、あ、まだ他にも4匹いたんだね。他全然取ってねえや。あ、さっき助けたやつ。さ、あ、ただいま。さ、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。今回はここまでにしておきます。それじゃあまたどこかで会いましょう。またねー。